日常演劇の空間に来てようこそ。さて本日の空間こちら、ではごゆっくりお楽しみください。こちらカルビーの、じゃあカルビーじゃないわ、なんでカルビーって言った、確かにカルビーから出てるけど、改めましてケロッグの大豆プロテイングラノラを食べたいと思います。要するにこのシリアルにさらに大豆のタンパク質が入ったってことですね。大豆自体も乾燥大豆とかあるので結構相性良さそうです。本日もヨーグルト用意してます。ではでもまずはそのまま、おっとっとうまく切れなかった、大丈夫、対策不安だな。はい、中身はこんな風になってます。ではちょっと一気に取りますね。いただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。確かに大豆の味がする部分もありますが、そこまで強烈に来るわけではないですね。ちょっとした食感のアクセントぐらいでいいと思います。ところどころに大豆の食感や味はしましたが、そこまで強烈に来るわけではないですね。まあ、もちろん大豆だけを食べているわけではないのです。要所要所に節分豆のような味が入ったシリアルといえば分かりやすいでしょうか。甘さはほのかにと入っていますが、結構しっかり感じられてザクザクした食感もあって美味しかったです。ただもうちょっと大豆の食感味があってもいいような気もしましたので、これはこちらの点数とさせていただきます。はい、それではカゲロウの後悔するなりこの夏は、いやいや何があったんでしょうね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演、お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。